ックもジャガーが自分のペースを掴んでまいりました。あーっと上から行った、カウントが入りました。ナイツも縦の則夫選手ね、起点を制すといいますか、先制攻撃を取るんですけども、さすがにジャガー横田では通用いたしませんでした。完全にジャガーのペースになりました。しっかりと手を押さえております。まあ、ジャガーという人は今の表情をご覧になってもお分かりのようにですね、本当に相手が新人選手でも手を抜きませんのでね。そうですね、はい。まあ、この人は日頃からですね、目つきといいますかね、歩き方、全部がなんか本当にレスリングをやるためにやってるんだという。そうですよね、ですよね、はい。ですからもう縦の則夫選手ぐらいの中堅になりますとね、本当に、手を抜くどころかもうすぐにでもやっつけてやろう、ホールを取ってやろう、そういった意気込みが感じられます。さあ、かろうじてロープに手を伸ばしております縦の則夫であります。盛んにミスター角ロープレートを命じておりますが、一切構わずまたいいポジションに引き出しております。ジャガー横田、積極的な構成を仕掛けております。さあ、足を固めてどうでしょうか、ステップオーバーに行くか。おー、これなんか相当足効くんでしょうね。そうですよね、これをまあレッグロックへ行こうと、はいはい、盛んに逃げてきましたね。そうですね、縦の則夫選手たまらずロープの下に逃げておりますが、もうねすぐにですねまた両足を持ってね真ん中に引き出してまいります。今度はステップオーバーいたしましてボストンクラブ。さあどうか、容赦しませんね。またロープレークを命じておりますミスターカクテーあります。手がロープにかかっております。ジャガーの反撃が開始されました。さあジャガーのマンジー、気合が入っているジャガーのマンジであります。綺麗に決まってますよね。はい、がっちりと本当にいい姿勢で入りました。ジャガー横田18番のマンジ、どうでしょうか、これを崩した。さあ今度はどうか、あーこのままいくか、あーっと今度はこれをかわすことができるか、なんとかタックルから上からいった、なんとしかしこれはカウントマンであります。縦のああいった体勢からですね、長い内からがあるというかね、さっとそうですね、ケースがありますんで目を離せなくなりました。今試合時間10分経過であります。今度はノリオ、ノリオというノリオコールも起こっております。川崎体育館、あるいはひとみ、あるいはノリオ、若い両選手に対する声援が盛んに飛び交っております。もうすでに10分を経過いたしました。これから試合は後半であります。宮内潤さん、いかがですか、はい、この新人同士のね全日本ジュニア選手権なんですけども、はい、僕はね、はい、テレビで何度か選手の動きもパッといたしません。満員の川崎体育館、ややね両選手とも緊張しているんでしょうか、いつもの動きはありません。まあやはりね、チャンピオンベルトは勝った一戦ということになりますと、特に宮本さん若い選手ではそうなんでしょうね。そうでしょう。山崎抱えしました。まあこういった速攻はどちらかと今まで山崎のもんだっただけにですね、先に立野にやられて勝ってきましたね。そうですね、はい、まあ、ちょうどドロップキックでまあお返ししましたね。そうですね、なかなか見応えがあります。お互いのファイトが今日はですね本当に表面によく出ておりまして、興味ある一戦を迎えたわけであります。山崎立野、改めて宮本さん、今日のこの試合どういったところに宮本さんは期待したいですか。そうですね、まあこの2人、まあ、お互いに3WA のタッグを目指そうとしてね、はい、一度、まあ、クラッシュに挑戦したわけですけども ね、 そうでしたね、はい、まあどちらもねやっぱりまあどちらか言いますと立野の方が先行してジュニアのチャンピオンになったんですけどもね、はい、まあその後山崎がぐんと力をつけてきましてね、まあどちらかといえば今山崎の方がまあリードする面が多分にありますよね、はいはい、まあ今回のこのまあクラッシュとまでいかないですけど、まあ今日もペア対決なんですけどもね、まあどちらもね本当に勝ってほしいんですけども、まあこの勝敗やっぱり山崎の方が多少優勢な面があると思いますね。そうですか、
まあ、それだけに立野としてもね、必勝を期して先制攻撃、一応は功を奏したんですが、今度は山崎の逆襲にやっております。攻めているのが山崎一樹、攻められておりますのが立野のりおであります。そういえば立野のりお選手は今飛ぶ鳥を落とす勢い、クラッシュギャルズ長与千里、かつてはジュニアのチャンピオンベルトをめぐって本当にいい試合を展開してますからね。そうですね、はい、現在はちょっとクラッシュギャルズと差が開いた感じがいたします。山崎拓の両選手でありますが、今宮本さんからも紹介がありました。今年新攻撃を見せてますね、はい、いや今日ね、選手紹介の前に山崎一樹を見たら本当にあの瞑想に進んでいますか、じっと目を閉じてね、紹介を待っておりました。そういったところにも山崎一樹選手、この一戦に帰る何か気持ちというのがよく出ておりました。このところちょっと山崎にとっては不本意な試合が続いております。ファンの人たちも山崎一樹どうしたんだろう、そういった声も相当あるようであります。そのファンの期待に、声援に今日は応えなくてはいけません。一方立野としてもこの一戦をまた大きなチャンスにいたしまして、さらに強く大きく飛躍したいところであります。山崎一樹の猛攻であります。確かに宮本さんがおっしゃるように、かつてのヒール時代のね、面影をほぐっとするような今日の山崎一樹であります。最近の試合ぶりとは一味変わっているんじゃないですかね。ちょっと今日はスタイル変えてますね。変えてますね、はい、まあ、やはり初白星というね、まあ、一つの目標へ向かってね、やっぱりこう執念じみたみたいなのも感じますね。そうですね、ブル中野選手といった、まあ、格下、自分よりも年下の選手もこのフジテレビ回想だジャパングランプリに参加しておりますが、すでにブル中野一勝を挙げております。縦野から一勝を挙げております。現在勝ち星がないというのはこの山崎一樹ぐらいでしょうか。そういった意味で山崎一樹としてもぜひ白星の欲しい今日の一戦であります。相手は縦野則夫、まあ、山崎が勝てるとすればとりあえずこの縦野ぐらいしかありませんしね、まあ、そういうこともないですけどね、やっぱりここでちょっと弾みをつけてね、まあ、山崎らしさを見せてほしいですね。そうですね、したたかな立野か、あるいは華麗な空中散歩ロープ技を見せる山崎一樹か、ファンも真っ二つ後楽園ホールであります。面白くなりましたね、そうですね、なかなか両者とも力入ってますね。いい試合ですね、こういったシングル戦は本当に見応えがあります。ただ山崎選手、先ほどフライングボディプレスを見てたんですけどね、はい、ちょっとまだいわゆる空中殺法が出ないですね。あ、なるほどね、まあ、最後に温存してるのかも分かりませんがね、はい、思い切ってロープを使ってね、はい、本当に華麗に飛んでね、相手をあっという間ホールに持っていきます。山崎一樹の華麗な空中殺法フライング技まだ出ておりません。こう試合を展開、さあ山崎かいくどうでしょうか。慎重に落とした、そして上からいく、ちょっとホールの体勢変えるのが早いんでしょうか。山崎一樹カウントはワンでした。立野が懸命にぶじってこらえております。耐えて耐えて耐え抜くという非常に粘っこいレスリングを信条としております立野則夫。一方大技はありますが、ややカウントワンであります。そろそろ試合は中盤です。もうすでに10分が経過しております。山崎一樹そして立野則夫、30分1本勝負、両選手にとっては最も苦しい中盤に差し掛かっております。じりじりっと山崎が反撃に移っております。まず試合は五分と五分、しかし立野則夫選手はいくつかの大技を出しております。惜しいところで決まっておりません。顔面すでに汗びっしょりという両選手、今場内に15分経過が告げられました。30分1本勝負、ちょうど半分を経過いたしました。さあ勝負はこれからです。立野の表情がちょっと苦しそうに変わってまいりました。スタミナという点でどうなんですかね、宮本さん。